皆さんこんにちは、ネコニラでございます。はい、パウロ・ソウザ・ムニルの流れの配列です。でキラはね1枚あると思います。なんかのチャンスだった気がする。テロップでは調べて入れておきます、何のチャンスだったかは。インモビレ、はい、ニクレメ、ラフィーニャ、ラフィーニャもよう出るな、しかしサンクレメ、ガリメデル、うん、追加、4クレメ、モラタ、これは、あ、ユーベ、追加だ。これも高くなったりすんのかな、どうだろう。5クレメ、キンペンペ、おー、追加？キンペンペ追加ですよね。はいはいはい。連続してんな。6クレメ？これか？これっぽいな。じゃ、最後開けますか。で、これが7クレメですね。トゥラン。はい。で、ダンドクロスね。8クレメ。柔らかい。これですね、やっぱキラ。ルークショー。ちょっとまあ引きを過ぎたんで、ゴールデンガン引いてからというもの、もうそろそろやっぱ落ち着くでしょう。あんなバカみたいに高レート、高レアリティね、ばっか出てるのもちょっとおかしい話ですから、メルテザッカー。これが10クレ目ですね。フリードリヒ。そう、パウロ・ソウザ出たからドルトムントもちょっとやってみようかなと思う。11クレメ、レバンドフスキ。はい。12クレメ、シリグ。これは、あ、1.0 か。まあ、シリグの、PK は弱いっていう話聞きましたけど、やっぱジェゴアベスが一番いいのかな。全シローで、全シローだったら PK 制限、その次ロメロがいいのかな。はい、ゲルアルテタ。今回のキラはこちらでございます。パウロ・ソウザ・ムニルの後何が出てんのか、いきます。ファンデルウィールファンデルウィールじゃなかったら確かいいのなんですよね。まあしょうがない。はい、ファンデルウィール。僕これ多分3枚持ってないんで、まあ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 いいでしょう。ホーミングクロス KP としては強いんじゃないですか。ということで今回はファンデルウィールでございました。残念、またお会いしましょう。あ、ピントがずれてるな。今回はファンデルウィールでございました。ということで、またお会いしましょう。さよなら。